香港に戻らなければ指名手配すると警告しましまた留学先のカナダで事実上の亡命の意思を示した香港の民主活動家、周庭、アグネス・長さんについて香港の警察当局者は決められた期日までに香港に戻ってこなければ逃亡犯として扱い指名手配するとの考えを示しました。 また香港警察は海外に在住する他の民主活動家など5人を香港国家安全維持法違反の疑いで新たに指名手配しました。